本日はお忙しい中ですね、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私におきましてはですね、国の第3次補正予算に関わります、新型コロナウイルス感染症の支援策を取りまとめました。またワクチンの接種事業の概要もおおむね、決定しましたところからですね、本日記者発表させていただきます。まず最初にですね、ご質問から冒頭のご挨拶と、ウイルス感染症支援策対策についてですね、ご説明いたしまして、皆さんからのご質問を受けたいというふうに思っております。その後にワクチン接種事業の概要を同じく市長の方からご説明いたしまして、皆さんからの質疑応答という形で進めてまいりたいというふうに思っております。時間的にはおよそ1時間というふうに考えておりますので、ご協力よろしくお願いしたいというふうに思います。それではよろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。今日は寒い中、しかも雪が大変降りまして、往来も心配されたところですけれども、この時間にご参集いただいたところからありがとうございます。今日は今市会の副市長からも言いましたように、新型コロナウイルスに対し感染症に対して各市で取り組んでいる対策等ございますが、その対策事業の新たなもの等についての説明と、もう一つは今多くの方々が大変関心が強く、これからの大変重要な事業になりますが、コロナウイルスに関するワクチンの接種についてですね、進行等についての概要を固めましたので、この2件について詳しく説明をさせていただきたいと思います。ではお手元の資料、そしてこちらのパワーポイントを使いながら説明しますので、照合してご覧いただければありがたいと思います。まず新型コロナウイルス対策事業の予算でございますけれども、ここにありますように令和2年度分、そして令和3年度の新たな年度分と両方ございまして、それぞれ合わせますと1億7200万円を今回予定をしています。2年度分では、すぐ取り掛かっているもの、すでに取り掛かったものも一部入ってますけれども、事業費の規模としては1億5000万円がございます。また、令和3年度分、新年度分につきましては、2200万円を予定しているところです。その内容についてです。大きく4つの柱があります。1つは、事業を継続したり、事業を活性化するという意味での支援。2つ目が、子どもたちや学校への支援。そして3つ目が、医療関係、大変重要なテーマに今、臨んでいただいてますが、私立病院も同じように臨んでおりまして、この私立病院の関連の事業があります。そして4つ目が、感染拡大を防止する関連の事業として取り組むものと。していまして、全体で21の項目、総額1億5000万円を予定しています。では事業支援について最初に申し上げたいと思います。ここには5つほど掲げています。お手元の資料もございますけれども、新しい生活様式対策支援事業から始まって5つございます。では順に説明をしていきます。まず新しい生活様式対策支援事業ですけれども、これは新しい生活様式や業種別のガイドライン等に沿った取り組みをしていただいているわけです。そういった休業への協力も含めてですね、効果があっているものと思います。実際この3、4日はですね、感染ゼロの状況で県内推移していますので、ぜひこういった収束に向かうものがですね、さらに展開できるようにと願っていますが、これらについては市内事業者の方もいろんなご苦心、ご苦労もなさっておりまして、感染防止の施設整備などの取り組みに対しまして、必要な経費をですね、改装費、設備費、備品費等ございますが、これらを支援するというもので、補助の上限が50万円とし、10分の10の補助率で、事業費は5122万円を予定しています。同じく関連の2点目は、医療関係でございます。新しい生活様式や業種別のガイドラインに沿った取り組みを応援するものでありますが、特に市内の歯科医院、そして保健薬局等でも同様の取り組みをしていただいています。特に感染防止の取り組みをしながら、歯科診療あるいは薬局、薬剤の対応等をしていただいてまして、こちらにも、それぞれ補助上限50万円で、総額500万円を予定しています。次に3、この関連の3つ目は、事業継続支援の事業として、経済的に影響を受けられた市内の事業者の方を対象にして支援をしようとするものです。これは現実には、令和2年の12月から令和3年3月までの、業績がですね、
これらの1ヶ月の売り上げが前々年度、要するにコロナの影響のある前の年度の経済状況と比べて、20% 以上減少した事業者の方を対象に一律20万円を支給して支援をするというもので、総額6000万円程度を予定しています。次に関連の4つ目でございますが、頑張る商工連盟活動支援事業です。これは感染症収束後におけましても、町地のにぎわい等の創出や維持はとても大切なものと思っています。地域の再活性化ということにも関係いたしますので、市内に8つの商連がございますが、そちらが取り組まれる事業等に対して支援をするものです。各商工連盟に対しまして、活動の支援をするという内容で、交付の条件を基本は1団体30万円とし、加算として加盟点数に応じてですね、1点あたり1万円加算ということで、総額539万円を予定しています。次に関連の5つ目ですが、商工会のウェブサイトの構築の補助金でございます。非接触型とか、情報より取ってとかいう形がとても重要になっていますし、テイクアウトなどに関しましても、情報をしっかり発信して受信してもらって、生きてくるわけですけれども、そういったさまざまな今後のアフターコロナも考えても重要になるのがウェブサイトの活用だと思っています。そういった意味で事業者が取り組まれる経営の基盤強化を図るためにですね、ホームページとか、あるいは e コマースなどに関する対応ができるように支援をしようというもので、各種商工会加盟のそれぞれの店舗において、ホームページや e コマースサイトの作成にかかる経費を応援するもので、事業費の上限は44万円で、5分の4の補助で440万円を予定しています。次の大きな項目は、子どもたちと学校に対する支援です。このように5つございますが、順に説明をしていきます。まず最初は、インフルエンザ予防接種事業です。これはすでにも取り組んでおりまして、1月末に終了を現実にはいたしておりますが、インフルエンザとコロナの初期の状況と、あるいは風邪の症状が非常によく似ていて、気をつけないと判断を誤ったりしてしまうということが恐れられましたので、全国的にもインフルエンザ接種に関しての取り扱いも展開されました。各所もそのことに取り組んできておりまして、特に若い子どもたちの世代にですね、感染を防止しようということで取り組んでます。接種当日に6ヶ月から15歳未満の宅地内、15歳以下のですね、宅市民の皆さんに提供したものでありまして、予防接種1回あたり2000円を上限に助成をしました。1422回分を行いましたので、この助成を行うものです。多分県内、市町、ほとんどが取り組まれていると思いますが、おかげで今後、冬の時期の発生は極めて抑えられている状況です。次に、休日子ども診療体制の支援事業です。これは佐賀中部広域圏で医療圏がございまして、小児救急医療を協力をしながら運営対応をしています。安心して子育てができる体制にも欠かせないものでありますので、休日夜間子ども診療所、その運営に関する安定化のためのですね、支援として、宅地から195万円を拠出するという予算ことでございます。次が保育に関することです。保育対策の総合支援事業として行います。保育に関わる環境を改善し、感染予防、感染防止を徹底していこうということのために行うもので、ここに書いてあるとおりでございます。保育所や認定こども園を対象に、子どもたちの小さいサイズですね、マスクが小さいものが必要です。この子ども用のマスクですとか、あるいは園内、園外移動したり、活動するときに必要な消毒液、これらなどについての購入をですね、1施設あたり、これ、園の規模によるんですけれども、40万円、あるいは50万円という形で補助をすることとしています。総事業費590万円を予定しています。これ、このうち臨時交付金事業がございますので、市からは295万円を負担します。次に関連の3つ目の保育事業は、保育対策総合支援事業費補助金です。保育所におきましても、ICT 化の推進を非常に努力をされているところです。これからの時代、アフターコロナも当然重要でありますので、これら ICT を活用した業務のシステムの構築、導入、改善、これらにつきまして、保育園とか認定こども園、その導入経費の 75%、上限を75万円としていますが、これを補助するということにいたしているところです。すでに取り組んでらっしゃるところもございましたので、残り1円について、今回補助をすることになっています。
そして学校と子どもたちへの補助の最後の5つ目ですけれども、学校における保健の特別対策事業として、感染症対策などの学校教育活動継続支援ということを考えています。これは感染防止は極めて重要で徹底しなければなりませんので、3密を避けたり、児童生徒、あるいは教職員の皆さん、あるいは学校に関係する方々が感染対策に万全を期すためにですね、消毒液等などを中心にですね、物品の購入を支援するもので、国の臨時交付金事業280万円を活用し、その同額を市で拠出して総額560万円で行うものです。次の大きな3つ目の柱が私立病院関連です。まず取り組むのが PCR 検査機を導入いたします。今回これ新しい事業として含みますし、これまでの経緯を見ましても大変重要だなと私自身も感じておりましたので、担当課の方でも同じ問題意識を持って調べてきたものです。現在、外部委託して PCR 検査、そしてその結果を受けることになっていますけれども、検査装置を直接導入することによりまして、より迅速な結果の提供を行うことができるようになります。これまでは数日間かかったというふうに聞いていますけれども、これは14、15分ぐらいで結果が分かるような最新鋭の機器といいますか、新たな手法の機器を導入してですね、より判断、判定を早く得て、それに基づく対応、体制も迅速化しようということで、行うものです。事業費310万円を予定しています。次に、市立病院の2つ目は人工呼吸器の導入です。現在、病院で重篤な方が多数いらっしゃるわけではございませんが、万が一そのような症状、急変してそうなったときに必要とされるのが、人工呼吸器の対応になっています。そのためにそのときになって、これ、不足しているではもう間に合いませんので、前もって感染症対策機能の強化を図るために、人工呼吸器の導入を予定しています。新たな措置として418万円で導入する予定です。次に病院関係の3つ目は、ウェブ会議の環境整備の事業です。現在もいろんな関係機関とも連携をしたり、情報交換しているわけですけれども、今後のことも含め、アフターコロナも考えますと、外部との打ち合わせや会議が、よりウェブモードになっていくと思います。ズームとかいろんな方法ございますので、皆さんも使われている方もいらっしゃると思いますが、その活用で職員への感染リスクを抑えていこうということでございまして、ウェブ会議に必要な端末の整備、今2台を予定していますが、23万円で整備します。次に4つ目の大きな柱として、感染拡大防止の関連事業が8つあります。まず最初ですけれども、すでに一部公的機関には導入していますが、公園のトイレの蛇口の改修です。これは非接触で水、蛇口の水を使えるようにということで、公園トイレ蛇口を非接触型に取り替えるもので、6つの公園で14基を予定し、130万円の予算を組んでいます。次に、タックには、地域スポーツ型クラブも活用されている体育センターがございまして、その中には、決して広いスペースではございませんが、トレーニングルームがあります。でここで例えばランニングマシン等を使われる場合、結構隣でいらっしゃったりしますし、息も上がりますので、こういった方々への感染リスクの低減を図るために、換気はもちろん行っているわけですけれども、飛沫感染防止としてですね、アクリル板4台を設置して、仕切りを作るということで、13万円を予定しています。次に、関連の3つ目は、体育施設等の感染防止として、スタンド型の手を、指を消毒する機械、実際市役所等でも設置していますが、足で踏んで、触ることなくですね、手を直接消毒液で消毒できますので、こういった器具がございます。これを体育施設 10台、文化施設6台、公民館8台、童話研究関係の施設が2台、合計26台を配備することにして、予算78万円を計上しています。次にデジタルツールの活用研修事業です。スマートフォンを利用した非接触型の電子決済などがどんどん広がっていますけれども、このことになかなかまだ馴染めないという方も聞いていますので、講習会を開催をして広く活用してもらおうということを目的に行うものです。デジタルツールの利活用に関する講習会を開催をしていきたいと思っています。110万円を予定し、合計10回ですね、そういった研修会をして、非接触型アフターコロナに備えようとしています。次に関連の5つ目は、デジタル技術の利活用の推進事業としています。
行政情報のデジタル化やデジタル技術の導入、これからもっともっと必要になると思いますし、特に9月にはデジタル庁が動き出しますので、まあ、そういった意識と対応力が求められます。そこで市職員に対しまして、デジタルトランスフォーメーションに必要とされるような、あるいはより効率的な業務ができるような、まあ、そういった研修を行うものです。当然その中で新しい政策的な提案も出てくることも期待をしています。次に6点目は国税のデータの連携事業です。今は確定申告が始まったところですが、所得税確定申告書を税務署にデータで引き継ぐことによりまして、接触をするという機会を極力減らして感染リスクを抑えるということであります。まあ、納税する方あるいは職員が対象になりますけれども、このデータ引き継ぎを可能にする受付システム改修を33万円で行います。次が感染防止対策の支援購入事業です。庁舎内に消毒液を配置して感染リスクの低減を図っておりますが、庁舎内のこのエタノール等のですね、確保をして引き続き提供していくということでございます。予算が35万円です。次にウェブ会議の環境整備です。先ほども少し触れましたが、コロナ禍でウェブ会議の利活用が増えておりますが、その機器も当然必要になってくるわけでございまして、いろんな場面、いろんな会議、いろんな活動の中で活用できるようにモニターおよびモニター台、プロジェクターおよびスクリーンを整備をして、より効果を図っていくということで36万円を予定しています。次に大きな柱の事業は対策事業の分野でございまして、これは新しい年度の補正として出すものでございます。大きく3つあります。まず1つ目ですが、発熱外来の継続事業があります。発熱患者の皆さんについては、その診察を市立病院の駐車場に設けたプレハブの中で今現在行っています発熱外来として受け付けていますが、この発熱患者並び職員の感染防止を図るために、プレハブの診察室リースをですね、1年延長して行えるように整えるもので、費用としては92万円予定しています。次に同じく発熱外来対応で必要なことですけど、トリアージというのがあります。これは外来で来られた方がどんな程度の病状で、どういう対応が一番いいかということを即時判断をして的確に次につなぐというのをトリアージと言いますけれども、この発熱外来における業務の補助を委託して病院職員の負担を軽減を図るものでございまして、1年間業務委託として369万円を予定しています。次にテレワークの環境導入整備事業です。コロナ禍でございますので、業務継続のためにも、サテライトオフィスなどにおいて、業務の可能な環境の整備というのが当然必要になってくると思います。民間でもかなり進んでいますし、中央省庁では、総理が国会答弁等でもおっしゃっておられますように、7割程度はぜひテレワークでとおっしゃってますね、担当西村大臣も。まあ、それに基づいた対応されていますけれども。我々も現場に市民の皆さんいらっしゃるので、いきなり7割は難しいとしても、いずれにしろテレワークは導入が必要になる、まあ、そういった意味で、それに関するシステムの導入や、ライセンス、あるいはモバイルの PC、モバイルルーターの使用、30台それぞれ予定をし、総額1707万円で予定しています。まあ、このような対策を打ちながら、新型コロナウイルス感染症、県内は少し沈静化の方向を見られますけれども、まだまだ完全ではないのが全国状況でありますので、しっかり感染予防をして対策を打っていきたいということでございます。